ウーゴ・アルメーダ、ウーゴ・アルメーダ、こと、ウーゴ・ミゲル・ペレーラ・デ・アルメーダ。1984年5月23日体は、ポルトガル・コインブラ県、フィゲーラ・ダ・ホス出身のサッカー選手。アカデミカ・コインブラ所属。元ポルトガル代表。ポジションはフォワード。フィゲーラ・ダ・ホスに生まれると、地元のアソシアさんナバル・プリメーロでマヨでサッカーを、はじめ、 FC ポルトの下部組織へ入団した。2003年9月21日、SL ベンフィカをホームに迎え2から0で勝利した試合で残り時間3分で出場し、リーグ戦デビューをした。しかしなかなかトップチームに定着できず、前のシーズンもローンで在籍したドレイリアとボアビスタ FC へ貸し出された。2005から06シーズンにポルトへ復帰すると、 リーグ優勝を果たす中で、比較的重要な役割を果たした。サンシーロで行われた UEFA チャンピオンズリーグ2005から06の FC インテルナツヨナーレミラの大使1から2で敗戦したものの、その中でアルメーダは30メートルの距離から素晴らしいフリーキックを決めた。2006から07シーズンにローンでベルダーブレーメンへ移籍すると、 同じくポルトから加入したジエゴと共に安定したデビューシーズンを送ることになった。UEFA カップ準決勝で RCD s パニオールをホームに迎えた試合でボールを GK の上へ浮かすゴールを決めるも1から2で敗戦し、2戦合計で2から4で敗退した試合を含め、全公式戦で41試合10ゴールを記録た。プレーメンで活躍を見せるも、ポルトは2007年8月に、 エルネスト・ファリアスを獲得したこともあり、ブレーメンからの完全移籍で契約期間4年の移籍金400万ユーロのオファーを受け入れ。2007から08シーズンにミロスラ・フクローゼがバイエル・ミューンヘンと契約したことにより出番のチャンスと得点が劇的に増えたアルメーダは前年王者の VFB ・シュトガルト相手に2ゴール、決め4から1で勝利した試合を含め、 最初のリーグ戦12試合で7ゴールを記録した。最終的に自衛後の17ゴールに次ぐ16ゴールを全公式戦で決め、リーグ戦では11ゴール、チームはバイエルンに次ぐ2位で終わった。2008から09はリーグ戦で9ゴールと再び安定したシーズンとなった。DFB ポカールではアマチュアの相手にブレーメン遺跡後発となる。 ハットトリックを決め9から3で勝利した試合を含め5試合で4ゴールを記録し優勝した。さらに UEFA チャンピオンズリーグではアウェーのアノルトシスファマグスタ戦でニの位置で1点のビハインドを追いかける中で2点目を決め引き分けに持ち込んだことからファンが選ぶマンオブザマッチに選ばれた。最終的にブレーメンは CL のグループリーグを3位で置いたため UEFA カップへ回ることになった。 UEFA カップでは8試合1ゴールを決め、準決勝、第2戦のハンブルガー SV 戦では3から2と勝利し、2試合合計、3から3のアウェーゴールルールで決勝へ進出するも、この試合でイエローカードを提示されたことからサスペンションにより、決勝戦の FC シャフタールドネツク戦は出られず、チームも準優勝に終わった。2009から10のアルメーダは、 先発とベンチを交互に繰り返しながらもリーグ戦では7ゴールを決め、全公式戦アーセ11ゴールと再び2桁得点を記録し、チームはリーグ3位に終わった。翌年の UEFA チャンピオンズリーグプレイオフラウンドサンプドリアとの第1戦では、チーム3点目となるペルー代表のクラウディオ・ピサーロのゴールをアシストし、ホームを3から1で勝利した。 二戦目も3から2で勝利したことにより、本戦への出場が決定した。2010から11になると、最初のリーグ戦10試合で6ゴールを記録した。さらに、2010年11月28日の FC、ザンクトパウリオホームに迎えた試合では、ハットトリックを決め記録を9ゴールと増やしチームはマイナス0で勝利するも、終盤に相手へ肘打ちをしたことにより多常した。 これが、ブレーメンでのリーグ戦最後の試合になった。ブレーメンで公式戦21試合11ゴールを記録したアルメーダは、シーズン中の2010年クリスマスイブに、シモンサブローザ、リカルドクアレスマ、マヌエル・フェルナンデスと多くの同胞が在籍いる、トルコ一部リーグのベシクタシュと一石金200万ユーロ3年半の契約を結んだ。2011年5月11日、 イスタンブール BB とのカップ決勝戦では延長戦になっても2から2と決着がつかなかったため P 戦に突入最初のキッカーを務めるとゴールを決め4から3で優勝した2014年10月6日 AC1 ゼーナに加入したがゴールを挙げることができず2015年1月19日に契約解除した2015年1月29日 九番ク,クラスのダールに加入した。2015年、アンジマハチからへ完全移籍した。2016年、アンジマハチからとの契約を解消して、フリー状態となっていたが、ドイツのハノーファーへ完全移籍した。2015から16シーズンを終えに、ブンデスリーガへの降格が決定したハノーファーを退団し、2016年7月18日に、 ギリシャスーパーリーグのエックアテネ FC と2年契約を交わした。2017年、ハイルクスプリトに1年契約で移籍した。U-15 代表から各年代の代表として、様々な国際大会に出場してきた。2003年には、トゥーロン国際大会優勝し、UEFAU-21 欧州選手権には2004.2006-2007と3大会に出場。 アテネオリンピックにも出場した。2004年2月18日に1から1と引き分けたイングランドとの親善試合でポルトガル代表デビューをした。エウロ2008予選の最後の3試合に招集されるとアゼルバイジャン戦で初ゴールを決めた。アルメニア戦でチーム唯一となるゴールを決めると1から0で勝利に導いた。これらのゴールはポルトガルの 本大会進出に大きく役立った。監督がカルロス・ケイロスに交代してからも招集され、2008年9月6日の2010フィーファワールドカップ、ヨーロッパ予選マルタ戦でゴールを決め、4から0で勝利した。しかし、2009年後期にスポルティング CP のリエジソンが帰化すると、徐々にアルメーダの重要性が減少していった。 それでも2010フィーファワールドカップのメンバーに選ばれ、0から0で引き分けた初戦のコートジボワール戦では、先発の座をリエジソンに譲ることになったが、2010年6月21日にケープタウンで行われた2試合目の北朝鮮では、先発出場し、ゴールを決めた。一方のリエジソンもアルメーダに代わり途中出場すると、ゴールを決め、最終的に7から0と対象した。 パウロベント監督のもとで、エウロ2012のメンバーに選ばれるも当初は、エルデル・ポスティガ、ネルソン・オリベーラに次ぐ3番手だった。準々決勝のチェコ戦で、ポスティガが負傷したことで前半に、彼に代わりピッチに投入された。そのため、次のスペイン戦では、スタメン出場するもゴールを決められず、チームは延長戦を含めた120分を0から0と、得点なく、引き分けた後、 pk 戦を2から4とし敗退した。往年の典型的な英国人ストライカーのように長身と体格の良さから空中戦に強く、また左足から強力なシュートを放つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。